会話は大脳変円形の一部である海馬体の一部。特徴的な層構造を持ち、脳の記憶や空間学習能力に関わる脳の器官。その他、拒欠に対して非常に脆弱であることや、アルツハイマー病における最初の病変部位としても知られており、最も研究の進んだ脳部位である。心理的ストレスを長期間受け続けると、コルチゾールの分泌により、 海馬の神経細胞が破壊され、海馬が萎縮する。心的外傷後ストレス障害、うつ病の患者には、その萎縮が確認される。ベータエンドルフィンが分泌されたり、A 点神経が活性化すると、海馬における長期記憶が増強する。神経科学の分野では、海馬体の別の部位である、史上海と海馬を合わせて、海馬と慣例的に呼ぶことが多い。 本校では海馬のみならず、市場界についても合わせて研究する。海馬は細長い組織であるが、その長軸方向に沿って、壮構造が保存されているという特徴を持つ。そのため、海馬をどの位置で切断しても、その断面は口述のラット海馬の断面図のようになる。前述のように、神経科学研究の世界ではこの断面図の状態を海馬と、 慣例的に呼ぶが、図中 DG で示されている、史上界と呼ばれる部位は、海馬体の一部であって、正確には海馬の一部ではない。下流細胞と呼ばれる細胞の層を持ち、その外側は分子層と呼ばれる。下流細胞は、比較的小型の細胞であり、樹状突起を分子層側に、軸索を海馬の CA3 領域の内側に向かって、伸長させる。この軸索は、 コケ状繊維とも呼ばれる。英語 EN、デント・テジャイロス主に CA1、CA2、CA3 の核部位からなる。CA は暗門ンンの角を意味するフランス語、コルネット・ D アンモンの略である。CA3 やの水体細胞は、市場界からのシナプス入力を受けている部位であり、CA2、CA1 の水体細胞層の内側に軸索を伸ばす。 ガーディンと呼ばれるタンパク質がウミウマの形成に必須であることが明らかとなっている。ガーディンは新生神経細胞の配置を決定するタンパク質である。また、海馬は統合失調症との関連が指摘されていたが、統合失調症の原因遺伝子であるディスク1はガーディンと強調しているという説がある。ありがとうございます。